今日はこのくらいにしとくか。家の前にある小さな畑の、草をむしり始めて約1時間半。ようやくある程度雑草がなくなったように思える。大変やな。夏の陽光をたっぷりと浴びて育ったそれらは、力強くなかなか引き抜くのが大変だ。近所の人から大ぶりの釜を借りてなかったらもっと時間がかかっていたかもしれない。しかしそれでもまだねちっこい葉っぱたちは顔を出したままだ。もとより一日で終わるとは思ってないし、足腰も疲れたから今日はこのくらいにしておこう。よし次は。額を拭いながら今日のうちにやらなければいけないことを思い浮かべる。残りはさっきカフルに話した田んぼの場所の確認だ。その辺に、手袋を置いて町の前の坂を下っていく。こう坂が多いってことはね、なんか長崎とかそういう系よくあるような、こじんまりと家が集まっている場所を抜ければあとは一面が田んぼだらけだ。田んぼあんのかな、九州って田んぼあんの。上を見ながらボート浴びる。遠い雲一つない綺麗な青空だ。夏であることをここまで自己主張してくるのは、田舎の空特有のものであるように感じる。昔はよくここで同じものを見上げていた。それが好きだったのかは、あまり覚えていない。お、昨日の道、さてどこだろうな。地図があるわけでも田んぼに名前が書いてあるわけでもない。幼い頃の記憶をたどり祖父母の田んぼを探す。小学校の自分は、夏休みのためにこちらへ来ていた。この頃はよくここの辺りで遊んでいたのだけれど、いつの頃からだろう、田舎に来るのを避けるようになったのは明確な理由が、俺には思い出せない。そんなもの元よりなかったのかもしれないけれど、あれこっちじゃなかったか。かなり山の上の方まで歩いてきてしまっている。もうほとんど平地じゃないから、これ以上登っても田んぼなんてないだろう。多分この辺りのはずなんだけど。眉根を寄せる俺の首筋にポツポツと冷たいものが触れる。また雨か。空を仰ぐ。さっきまであんなに晴れ渡っていた空がどんよりと曇り始めていた。ちょっと降ってきたのか。そう口にするのもつかの間、雨はいよいよ本降りになり始めた。このままちんたら歩いていたらあっという間にびしょ濡れになってしまうかもしれない。小走り気味にどこか雨宿りできるようなところがないかを探す。あ、たどり着いたのは昨日の、ハイバスで雨漏りしなかったし、ちょっと休んでいくか。奇妙な偶然に違和感を覚えつつ中に入る。濡れた頭に、乗る雫を払いベンチに腰を下ろした。やれやれついてないな。こんな急に雨が降り始めるなんて。簡単に予報は確認してきたのだが、降水確率はそこまで高くなかったはずだ。山は天気が変わりやすいなんて言うけれど、またこんないきなりだとは。ほん、おお、また来るんか。するとどこからかピチャピチャという、水を弾くような音が聞こえた。誰かがこの廃バス停に近づいてきている。そういえば昨日もこんなことが。そう思った瞬間、ボロボロになったビニール傘が視界の端を、かすめた。おお、またボロボロなんやな。ほんまに幽霊なんかもしれんな。訪れたのは、昨日と同じ少女だった。いやでもすげえ美人やな。傘を折りたたみ挑戦とした様子で隣に立つ。横目でその姿をちらりと盗み見る。先ほどまでちゃんと傘を差していたはずなのに全身がしっとりと雨に濡れていた。ほう、なるほどな。ずっと雨に打たれたみたいな感じってことか。綺麗な肌に衣服が張り付いているせいか、どうしようもなく生めかしい雰囲気を漂わせている。なんかさ、やっぱスケスケとかさ、そういうワードさ、そそるよね。なんか、すごい時間取って喋った割にね、当たり前のこと喋ってしまったけど、これも昨日と同じだ。少女は何も言わず、ただ空の方を眺めている。濡れた体を、透けた服を、覗き見える下着を一切気にする様子はない。俺の存在すら意識していないようだった。ははは、恋やって、なんだろうこの感覚は。恋やって、心臓が痛いほど高鳴っている。そして同時に東京ではぼやけかかっていた、景色が
自分でも驚くほど鮮明にしっかりと浮かび上がっているのを自覚していた。やっぱりこれは彼女の。あの、タオルいりますか？ただ虚空を見つめる彼女に思い切って声をかける。俺の声が届いたのか、彼女はこちらに顔を向けた。だがその顔はこちらが動揺するほど驚きに満ちていた。あ、いや、びしょ濡れだったからタオルで拭いた方がいいかなって。さっきまで俺が使っていて汗臭いかもだけど。言い訳するようにタオルをはたいて手を伸ばす。すると彼女は再び目を瞬かせた。まるでこんな風に声をかけられることなど少しも想定していなかったかのように。あなた、この町の人じゃないんですか？尋ねられた言葉の意味を一瞬理解できなかった。あ、うん、祖父母の家があってそこに来ているんだけど。彼女は明確に笑みをつける。整った顔に添えられたそれは非常に美しく、見る者を瞠目させるには十分な端正さ。その顔で何か言葉を続けられたら大抵の人間はどんなことでもうなずかざるを得ないだろう。そうでしたか。かわいい。しかし彼女はただそう言っただけで、また口をつぐんでしまった。うん、こんなところで何をしていたの？だから続けて質問する。いいぞ、積極的な、いいぞ。こちらに向いた彼女は嫌な顔を一つせずに先ほどの笑みを携えている。だがしかし何も答えない。それにその傘、さっきまであんなに晴れていたのにどうしてそんなもの。まるで何かに突き動かされるかのように続けて質問を詰め、やはり彼女は口を開こうとはしなかった。ただ雨の音だけが空間を支配する。彼女の変わった色の髪から雨の雫が垂れている。それはどうしてか毛先にたどり着くと同時に流れるのをやめて、髪の先に、青色のグラデーションをかけるかのように染み込んだ。まるでこの世の人間ではないかのように。私、魔女なんです。幽霊的なんではないけど人間じゃないな。人間じゃなかったんか。その横顔に思わず見惚れてしまっていると、彼女はようやく口を開いた。魔女。それも悪い魔女。こんな美人やのにな。難しい。音色の楽器でも奏でるように綺麗な声で詰める。だから私に関わると不幸にしちゃいますよ。笑みを崩さないまま彼女は言った。なんだろうこの雰囲気は。とても不思議な気持ちに陥る。田舎町、廃バス停、突然の雨、さまざまな要素が俺の瞳に珍しく映っているのだろうか。それとも目の前にいる赤い瞳の少女がただおかしいだけなのか。魔女ってことは。何か言わなきゃという思いで意味のない言葉を継ぐ。なんか魔法でも使えるの？俺の質問に雨に濡れた彼女はふふっと声を上げる。私にできることなんて、せいぜい雨を降らせることくらいですよ。あー、じゃあこの雨もそうやったってことか。左手に傘を取ってそれを広げながら肩に当てる。そして少女は俺の目の前から姿を消した。ちょっと待、一瞬あっけに取られた俺は遅れて廃バス停から飛び出す。しかし町までの道に少女の姿はなく。おー、晴れてるな。晴れてる。不思議なことに雨はピタリと止んでいた。へー、はいはい。お、1日また経って7日か。とりあえず今日は早起きしている。偉いな。特に差し迫ったことが、あるというわけではないのだが、祖父母たちの遺品整理はできるだけ早く終わらせたい。土地はそのままでも渡せるが、この家の私物はそういうわけにはいかないからだ。母からもそれだけは早めにしてほしいとあらかじめ言われていた。だから昨日は、一昨日よりも1時間早く布団に入った。起きてすぐに朝食を詰め込み、早々に、荷物の片付けを開始する。今、俺が寝起きしているこの部屋はもともと客間だった場所で、小さなテーブル以外にはほとんど物がない。襖を開けるともう一つの部屋があって、神棚や掛け軸、よくわからない置物がゴロゴロとしている。
一体どれに価値があるのかわからないので、そういったものは最終日に来てくれる業者に任せようと思う。ここまで来てもらうのにもかなりのお金がかかるので、機会は1回だけだが当てにしてもいいだろう。その業者の人たちのために荷物を段ボールへと詰めながら大きなあくびを噛み殺す。眠い。頭がどんよりと重い。寝不足特有の気だるさだ。確かに布団には早く入ったが、だからといってすぐに眠れたというわけではないのだ。昨日は床に入ったままずっと悶々としていて、一向に寝つけなかった。その理由は自分でも分かっている。昨日再び出会ったあの少女のこと。ハイバス停で遭遇した、不思議な雰囲気の彼女。あの少女のことがずっと頭の中で渦巻いて、眠りにつけるほど静かな気持ちにはならなかったのだ。今思い出しても心がざわりとどよめき立つ。一瞬だけしか開口していないはずだというのに、あの姿が脳裏に焼き付いている。ほんの少しだけしか聞くことができなかった声も鮮明に思い出すことができた。また会えるかな。彼女にもう一度会いたい。またあの儚げな姿を見たいと体の奥底から望んでいる。今日もハイバス停に行けば見ることができるのだろうか。あの何か力を秘めているような赤い瞳を。あ、ちょっと待って。はいはい、ごめんね、高幸ちゃんはおるかね。誰かが来たんか。鍵を閉める習慣のない田舎の玄関が、無遠慮に開いた。同時にうるさいセミの声が遠慮なしに流れ込んでくる。すげえ玄関前のここさ、俺のおばあちゃん家にそっくりやわ。腰の曲がったおばあさんが玄関の前で貯立していた。ああ本当におった、よう来たね、言われるね。腰の曲がったおばあさんの笑った顔を見て思い出す。確かずっとうちの家の正面に住んでいる、あ、俺の祖父母の友人だ。夫に先立たれ、子供も広島の方に勤めに出ているからずっと一人暮らしをしている。その子供も結婚しておらず、孫が遊びに来ることもない。だからなのか、幼い頃、ここに訪れるたびに、よくしてくれた記憶がある。あ、お久しぶりです。いやー大きゅうなったね。あー、これ町の人からのお裾分け。来たばっかりじゃけ何もないじゃろ、うん、方言が出てるね。すいません、ありがとうございます。カゴに入った大量の野菜や、卵を受け取って頭を下げる。どうやらこの町にはバスが1日に1回しか来ないらしい。しかもバス停までかなりの距離がある。一度、駅などがある繁華街の方に向かえば次の日までは帰ってこられない。町も老人ばかりで車を持っている人はほとんどいない。あるのは幸運気ばかりだ。町の中心を通る道路は大きな車では通り抜けることができず、大抵の人間は外周の国道を選ぶほどの悪路だった。だから老人たちはよっぽどのことがない限り町から出ないのだが、逆に言えばそれで済んでしまうということ。この町の老人たちは基本的に自給自足で生活をしている。取れた野菜と米を食べて生きていけるのだ。もしも卵が必要なら誰かと交換すればいいという具合なのである。ほう。しかし俺には自給自足の野菜も物々交換するための品も持っていない。だから最初からこのような施しを当てにしていたのだ。幸い、祖父母は近所付き合いをおろそかにしなかったため、当ては多くある。あとね、町内の人たちで取り決めたことがあるからそれを教えちょくね、取り決めですか。ああ、ここに長く住むんじゃったら守っておいた方がいいルールがあるから。ルールという言葉が妙に引っかかるなあ。そう、向こうの川の上流の方には近づいちゃいけんよ。少し前に熊が出よったからね。おう、そういう同じこと言ってんな。そういう意味ね。危険だから行ってはいけない場所をみんなで共有してるのか。そういうところもなんとなく田舎らしい。あっちの畑にはウリ棒用のネットが張ってあるけど破いちゃいかんよ。畑みんな荒らされるから。はい、わかりました。あとそれから。腰の曲がったおばあさんはふっと言葉を止めて、この山の頂上付近には絶対に近寄らんようにしてね、無表情で言った。空気が不意に引き締まったような気がする。指を指し示したのは、うちの目の前の坂。祖父母の家は山の中腹にある。いや、中腹は言い過ぎか。
ほとんど山のふもとなのだが、他の家と比べると斜面頂上寄りに立っているのだ。うちを通り過ぎてどんどんと登っていくと、家やコンクリートが途端になくなり、そのまま森に入ってしまう。イノシシがやってきやすい以外は特に何もない、普通の坂なはずだが。坂の上に何かあるんですか？腰の曲がったおばあちゃんは優しげな笑みを浮かべる。だがその理由は教えてくれなかった。ほう、これなあ、魔女と関係あるんかな。町のことをどうこうみたいな、初見で喋ってたもんな、あの女の人と。ごちそうさま。